今回もいつも配信お疲れ様です。恋愛相談があります。今年で高校生になりますが、好きな人と好きな人と同じ高校に進学することになりました。ほうほう。入学式に勇気を出して告白しようと思い、ですが振られた後を考えると今後の学校生活に支障をきたしそうで怖いです。カモッチならどのように恋愛を攻略しますか。長文失礼しました。まあ多分高校生ではないとは思うんですけど、高校生という設定で、見ていきましょう。卒業式ではなく、卒業式ではない。本当は多分あれでしょ。だからその中学の時点で好きだったんだけど、高校に入るっていうんで、これがもうチャンスだなっつって、もういきなり行くっていう話じゃない？今日から学生のマシュマロ多くない？そうそうそう。多分、イマジナリー学生を出したくなる感じなんじゃない？いや、ごめん。一応3月だからさ、普通に多いんじゃない？一応、可能性としては多いんじゃないか。そんなことないのかな？学校って3月とかじゃなかったっけ？とりあえず、そうですね。私、現在別に結婚とかしていないので、あんまりアドバイスとかすることはないんですけど、まあでも、やった方がいいよ。告白はした方がいいんじゃない？絶対後悔するからな。告白とかしないと。と思うけど。ただ、そうそうそう、入学当日は、ちょっとパラメータが低すぎて、よくわかんない感じになっちゃうよね。で、やっぱ相手のことを考えた方がいいんじゃないかな。入学したさ、初日にさ、このくっそ忙しいタイミングで、こういきなり告白されても、ごめんなさいってなりそうじゃない？何みたいな。今めちゃめちゃ忙しいのに、きつくない？急に来たら。ってなりそうな気がするんだよな。まあ、気持ちを伝えるっていう意味では別にいいのかもしれんけど、ね、しかもこの間まで中学生だったってなってくると、そんな難しい駆け引きというかあれはなさそうな。まあ、いきなりとつるのも先手必勝なのかもしれないけど、さすがにちょっと、いきなり告白じゃなくてさ、さすがにさ、段階を踏もうぜ。まず普通に話そうぜ。普通に話しかけようぜ。あ、同じ高校じゃんからでいいじゃん、普通。普通に同じ高校じゃんでいいじゃん。まあ、ストーカーみたいにならないように気をつけてくださいね。まあ、で、まあ一応ね、軽くね、ジャブを打った後に、あ、すでに仲がいいとかか。あ、確かに。その前提が抜けてるのかもな。同じ高校じゃん。格ゲーやる？まずはメルブラ友たちから。確かに確かに。いやー、わかんないっすね。どこ住みメルブラやってる？10先でいい。あなた、格ゲーマーですね。タイヤリでした。実写化おめでとうございます。まあ、とりあえずですね。まあ、もうすでに好きな人なのであれば、そうですね。入学式、告白するんだったら、まあ、その事前になんか匂わしといた方がいいんじゃない？サプライズはさ、まあ、ちょっと人によってはね、えってなるかもしれないんで。そんな、入学式ってそんなに気持ちが高ぶる時期じゃない気がするしな。まあでももしかしたら入学式ぐらいの方がいいのかな。セオリーはどうなってんの？攻略のセオリー。セオリー次第でしょ。まあちなみにその振られた後の今後の学校生活に支障をきたすかきたさないかで言うと、きたさない。きたさないは言い過ぎだけど、まあ、早めに打っとく分にはそんなに気にならんと思う。ただ、入学式の、こうね、全校生徒が集まってる場で、こう、人がいる前で、いきなりぶっ放したりするのは、さすがに漫画だろうって思うから、まあ、そういうことしなければ別にって感じだろうね。時間をかけすぎると、下校の時刻に好きな子が知らない男と下校してるのを見る羽目になる。確かに。ちょっと負け組になるのが辛すぎるかもしれない。こんなこと言うのもあれなんですけど、やっぱり、経験値大事だと思うんで、告白してみて、ね、うまくいかなかったら、まあちょっと、今の自分のパラメーターじゃ足らなかったんだなっつって他の経験を積みに行く。まあ極端な話を言うと、まあ、別の人を狙いに行くでもいいと思うし、まあいろいろね駆け引きをやりつつ、でステータスが上がったなと思ったらリベンジマッチに、これで行きましょう。こんな感じで、攻略していったら幸いです。まあ、ちなみに私、今結婚しておりません。はい、そんな感じで何の参考にもならなそう。はい、お便りいただきありがとうございました。